風が強い、はい、風が強いんですよ、まことにもって、うんうん、役者の幅を広げる50分嘘でしょ、もう金曜日始まりましたよ、甲賀さん。うん、4月7日金曜日、嘘でしょ、もう金曜日始まりましたね。今までね、ゆりえちゃんがそれ言ってたから、それを言うことめったにないでしょ。うん、でその後はゆりえちゃんがいなくなった後は、みちいちゃんが引き継ぐように、誰も頼んでないのに。いや、だけど俺、日付言うの、うん、ありだよね。だ俺ね、あ、なしなんだ。俺、好きじゃないのよ。好きじゃないんだよ。うん、あら、じゃあ何もって言ってたの。何言ってたの。いや、でも、まあ言ってもいいかなと。なんか言った方がさ、うん、だってその時の、なんか多少なんか時事ネタとかさ、そうね、分かるから、分かりやすいからね、うんうん、じゃあもう西暦まで言おうか、うん、いいね、来週からね、2023年4月7日金曜日始まりましたよと、ということでね、私甲賀忍でございます、道よしきでございます、よろしくお願いします。あれあれ、なんともういなくなっちゃった。嘘でしょ。嘘でしょ。もういなくなっちゃった。もう嫌われた、もう嫌われたかね、我々は。もう今もう今消してる人いっぱいいるの。なんであいついねんのかよ。ゆりちゃんいねえのかよ。特にほら、ゆりちゃんチキチキのツイッターの方は絶対わかんねえぜ。この後ゆりちゃん来るかもしんねえんだぜ。そうですかね。来ないんですかね。え、どうなんですかね。ゆりから動画が届いてる。届いてる。本当ですか。あ、じゃあちょっと見てみましょう。行ってみましょう、行ってみましょう。杉田ゆりです。今日はですね、ちょっと私がご飯食べるのがとっても好きなので、ちょっとご飯食べるところを動画にしようかなと思ったんですけど、いかんせんちょっと私が来たところ今日人通りが多すぎて、なんか人前で動画とか写真撮るとか私すごい苦手なので、なるべく人がいないところをめちゃめちゃ今探してました。今からちょっとね行ってみたいと思います。何よ、ね、お楽しみに。お楽しみに。いや今日来ない理由言えよ。何、どういうこと。めちゃめちゃ恥ずかしい。もう全人類が今ユキのことを凝視してるんじゃないか。すごい、なんかブツブツ言ってるよ。動画撮るってこういうところがダメなんだよな。めちゃめちゃ文句言ってる。これ間違えたかな。あ、ここだ、ここだ。今日はね、担々麺を食べます。そうなんですか。担々麺好きだね、女子担々麺好きだね。そうなんですか、女子担々麺好きなんですか。女子大体好きよ、スーラータンメン。担々麺かな。担々麺、お土産担々麺。なんで今日はないの。いやいや、めちゃめちゃ編集してんじゃねえか、なにこれ。服がえ重っ。やめねえ。終わりなの。え、終わりなの。終わりなの。なんで来ねえんだよ。なんだったんだ、今の時間は。まあ、なんで服が表裏反対に着ていたことが発覚したので、これ以降は NG です。どういうことよ。何なの、何の理由なの。食べる時に上のやつを脱いで、うん、表裏だったので。まあ薄々ね、まあ、ゆりがここにいない理由は私は分かってますけどね。何ですか。多分稽古なんですよ。いや、あんたはどうなのよ。僕はね、無理を言ってね、ちょっと夕方遅らせていただいてるんですけど。じゃあこの後行くの、稽古。この後行きます。じゃあゆりちゃんはもう稽古におそらく行ってるってこと。先に行ってるんでしょうね、きっとね。で、あなたはこの後ってこと。そうです、そうです。だからそのこと言えばいいのにね。全く理由を触れずね。あ、そう、いや、一足先に稽古に行ってるんですよとか言うのではなく、ゆりは担々麺をみたいな。自分でゆりっていうタイプなんだね。そうそうなんだ、ね、稽古場ではゆりちゃん自分のことゆりって言ってんの。なんて言ってるかな。あちきだったかな。言ってるかよ。いや、言わない。今時いるかよ、そんなやつ。そういやー、あ、でもちょっと稽古場の、うん、だから今度、うん、甲賀さんが思う稽古場のゆりちゃんの印象と、うん、ゆりちゃんが思う甲賀さんのこの稽古場での印象みたいなちょっと聞いてみたいですね。今言いましょうか。今言ってみてください。ゆりちゃんどんな感じなんですか。いや、めちゃめちゃ面白いよ。ね、すごいね、やっぱ子根が真面目なのよ。うん、だからみんなほら稽古場ってさ、分かると思うけど、まあ、ある程度のスペースがあって、うん、周りにだいたい椅子をさ、うん、壁沿いに並べて役者たちってそこで待機したりしてね。よっぽど広い稽古場だったらさ、うん、例えば前の方だけとか、ね、商業系だと机とかさ、うん、椅子とか本当に並べてもらえるけど、うん、広い稽古場だったらね普通そんな取れないじゃん、うん、
だからあの空きスペースをさ見つけてそこにね見つけて椅子を並べてそこに座ってるじゃない。だから前からだけじゃなくて後ろの方で座ってる人たちもいる。いるいるいる、ね、うんうんうん。椅子あるのにね、うん、ユリはね正座してるんですよ。いや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 。じゃあのなんですよそれ真面目だからっていう理由とも違うじゃないですか。真面目だよ。いやいや真面目な人が別に正座するわけじゃないですからね。不真面目な人って正座する？いやわかんないよ。でしょ？いや正座して何してんのユリちゃんは。ずっとこうやって。はい。で人のダメ出しとかも全部、うん、なるほどなるほどつってなんかずっと聞いてたりとか。ちなみに甲賀さんそういう時どういう風に聞いてんの？俺聞いてない。いやでもね、うん、何が言いたいかと言いますとね、うん、本当にねゆりちゃんはやっぱ親の育て方がいいんだろうな。まあ別に今ここで無理やり褒める必要はないんですよ、ね、お母様の育て方がいいんですよね。あのねゆりちゃんから言われたのよ。何を？お母さんがあの、うんあのいつもひげ生えてる、うん、あの人あの顔怖いよねあの人すげえ。ゆりママ見てるの？ゆりママ見てる。ゆりママ見てんの？ゆりママちょっとメッセージくださいよコメント、ね、あコメントそうです皆さんあのゆりママだけじゃなくてですね、はい皆様からコメントを募集しております、はいツイッターでこのトリゴワーズリーフムのところからですねコメントいただければ、はいほぼほぼ今のところ 100% 読み上げて、うん、ちょっとギリになるとあれなんでね早めに送ってくださいよ。読み切れないほど来てほしいねそのうち ね本当ですごめんなさいって謝りたいよね。全部読めなくてごめんなさいって ね今日行ってみよう行ってみよう言いたいな皆さん。うわすいません読めなくてごめんなさいって言ってもうツイッターでね、あの後でね、うん、謝罪しますからねその時は、ね、いやでも読めてないんですけど全部、うん、見てるんです目通してるんですって言ってみたいよね。言ってみたいね。はいそういう感じでですねよろしくお願いします。この番組は梨畑より心を込めて遠山園彩り豊かな生活をエヴァンタイユ千葉に来たらハピソンでしょ及川さん地域のコンビニが一番田中さん人事評価など会社の仕組み作りをサポートする足岡社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。ついにリータンがね小学校に通い出しましたよ。おおめでとうございます。はいなんであんなに入学式とかってみんな一斉に同じタイミングなんだろうね。それはあ決まってるからじゃないの。入学式って決まってるの。いやわかんないのよ。そっかあれ学校によって別にバラバラでもいいのか。いいじゃんね。なんか会社の入社式だってバラバラだもんね。でも入社式今年だから4月3日が多かったよね。月曜日がさ年度始まりの月曜日が3日がすげえ多かったの。あそっかどうしたのよ。何4月ってそっかどうしたよ。いやなんかね、うん、今回の舞台ね、うん、やったら断られんのよ。あ、お客さんに？お客さんに来てよっつったら、そう、うん、そしたらあれかに、いやそういう新しい年度で、あのバタバタしてた、ね、バタバタでも、うん、でもおかしいんだよ、うん、まあ、4月の19から23日なんだけど、うん、どういうわけか、うん、その時は東京にいないですっていう人ばっかなの。あら？これは何？旅行なの？それともなんかまたゴールデンウィーク始まってないですもんね。でしょ？結構な確率でやるんだよ5人に1人ぐらい。これ俺嫌われてんのかな。みんな両笑ってる。スタッフが笑ってるけど、そんなに今のこの時期行く旅行。いやだから今までコロナでずっと行けなかったのがここで反動で本当に旅行行ってる可能性はあります。しかもあのゴールデンウィークだとこの前ってこと可能性はありますわ。じゃあ疑ってすみませんでしょ。で僕の周りでもいますもん。今日か明日ぐらいから、石垣島に行く人いますよ。石垣島行ってみたいね。行ってみたいね。あとあの あそこ石垣島じゃなくてあのほらあの宮古島。宮古島行ってみたいね。僕ね昔ね、うん、久米島に行ったことありますよ。いいですね。適当な。どうでもいいけどさ。うん、どうした？私ね、うん、提携してる事務所がね、うん、いくつかあるんですけど、うん、そこから、うん、面白い案件が来まして。何よ？某劇団のですね、うん、キャスト募集の、うん、あの案内が来たんですね。うん、どこだろう、あの、まあ、名前はちょっと詳しくは言えないんですけど、うん、あの電動安置システムっていううちじゃねえかよ。募集してんの？そう、10月の10月とこの秋と来この10月に駅前劇場でしょ。で来年の5月下旬にレッドシアターでやる予定なんですけど、そのキャスト募集をしてるんですけど、どういうことですか？どうする？俺オーディション会場に行ったら。びっ
くりするだろうね。あれっつってね。っていうか出るんだったらもうあれだよ。もうあんたちょっと言ってくれよ。裏からさ、裏からあの座長に、ま、根回ししなさいよ。いや、え、な、事務所から何こういうのあるよって来たの？あるよって言われて、マジっすかっつって、へえ、そんなことがあるの、ね、面白いなと思ってさ、お、なんだ、じゃあ道井ちゃん直接声言えばいいじゃんね、言えばいいじゃん俺にっていう。言った、その提携の事務所の人に、いやいや、こういう知り合いだよって言った？うん、既読スルーしてます。そこは関係ねえだろうが、返事してやってくれよ。そうですか、まあそれはどうでもいいんですけどね。はい、今日はですね、今日は、はい、スペシャルゲスト、素敵なゲストをですね、お招きしておりましてですね、うん、もう到着されてますか？ありがとうございます。僕まだお会いしてないです、相変わらず。そうですね、相変わらずあのお会いさせませんけれどもね。コアガさんは、はい、お知り合い？もちろんでございますよ。あらららら、だって私が呼んだんですもん。それではですね、よろしいでしょうか。はい、ではちょっとお呼びしたいと思います。今日のゲスト、この方でございます。どうぞ。ありがとう。あ、そこで一回止まってください。目の前にカメラがおりまして、あ、今映ってますよ。有限会社ヒューマンカウンシルの代表取締役の永山慎太郎さんでございます。爽やかです。慎太郎さん、あの前こちら番組見てらっしゃいますですね、全国の女子大生の皆様に一言挨拶お願いします。はい、メッセージお待ちします。お願いします。というわけでですね、今日はこの永山慎太郎さん、あのゲストでお迎えしてやっていきたいと思いますんで、それではあのCM をどうぞってですね、ちょっとあのカメラに向かってやってもらってもいいですか。はい、はい、ついてた。はい、CM どうぞ。ありがとうございます。みなさん、梨は好きですか？梨といえば千葉、千葉の梨といえば市川、その市川が誇るこの遠山園、ぜひともこの遠山園のもぎたての梨味わってみてください。ハマること間違いありません。梨畑より心を込めて遠山へ。はい、ということでございましてですね、今日はお知り合いの永山慎太郎社長にですね、はい、おいでいただきまして。はい、何ですか、あのそこの紙袋は。上納品です。出たー、はい、なんかこれあの笑っていいとこみたい。はい、すいません、お願いします。あ、これ貼っといて。何いただいたんですかこれ。え、あら、ちょっと待ってください。はい、あらららららいい感じですか。小川県。はい、小川県って何ですか。はい、どこにある県ですかこれ。小川県ですね。そういう県じゃないよってね。はい、そういう県ですね。はい、あら、新橋の、はい、これ何の、え、何の、あら、レーズンですね。あらららら、はい、元祖レーズンウィッチっていう、はい、これで今日ね、あの実はあのもう一人、はい、今日はちょっとあの稽古で来れなかったんですけど、はいはい、すいません、かわいい女の子がいまして、はい、すいません、僕になりまして、失礼しました。あ、違う、逆にあの、ね、ここにいつもいるんですけどね、はいはい、その子多分これ大好きなんですよ。感謝した、ぜひ。あの、ありがとうございます。はい、はいはい、はい、ということでですね、はい、今日はですね、永山慎太郎さんにお越しいただきましたけども、実はですね、はい、我々のね、出会いがですね、はい、共通の知り合いの、はいはい、北千住にあります、はい、ラム肉のね、はい、お店の、はい、オズ、はい、周年パーティーかなんか、周年パーティーですよね。はい、はい、そうですね。今年行かれました？5周年の。いや、今行ってるんですよ。奇遇ですね、僕もなんですよ。あ、よかったです。じゃあもういいじゃないですかね。はい、そうですね。ね、また来年お会いしましょう。はい、それではさようなら。はい、失礼しました。待ってくださいよ。そこのね、あのオズっていうラム肉の美味しい店がありまして、はい、そこのオーナーと僕お知り合いで、はい、でしんちゃんもお知り合いで、はい、でそこの4周年、去年ですよね、そうですね、4周年パーティーに呼ばれて、その店に行ったら、はい、そこでお会いして、はい、まあ、意気投合しちゃってもだって、失礼ながらね、あ、今おいくつでしたっけ。50です。50、はい、見てください、この血色のツヤ、はい、光がですね、うん、いやいやいや、ちょっと、はい、もう先輩なのにねえ、もう会った瞬間から僕しんちゃん、あれ、はい、すみません、僕は勝手にしんちゃんって言い出したんですけど、違いますよね。大丈夫ですよ、違いますよね。大丈夫ですよ。え、違う違う違う、皆さんしんちゃんに呼んでますから。長山さんがしんちゃんって呼んでくれって言ったんでしたっけ。そうですね、はい、ぜひと思ったコールミーしんちゃんで、はい、そうですよね、はい、そこからね、しんちゃんと呼ばせていただいてですね、はい、そのお店で会って、もうほらこういうね、気さくな方なので、はい、もうとにかく話しかけやすくてですね、一瞬で飲みやすくてね、なんか、でもしんちゃんは、はい、誰とでもああいう感じですか。いや、そんな誰とでもできるタイプではないんで、もう人見知りではないですよね。人見知りではないと思いますけどもね、うん、あ、でも自分からガン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 、いやー、ハローって行くタイプ、
ですね。ですか、はい、あ、もうこれが入っちゃうとやっぱりダメなんですよね。なるほどね。振り向いたら全然違う知らない人までついてきて一緒飲んでるみたいな。なるほどね、はい、そういうタイプですね。やっぱ元祖人相がいいですね。ありがとうございます。僕人相が悪いって言われたんですよ。ここなのでメインパーソナリティのお母さんからさあ聞いてました。ゆりママ元気ですか。お願いします。ということでございましてですね、はい、そうやってあの一瞬でですね、はい、人の、心をつかむ、和ませてしまうですね、オーラをお持ちの、永山慎太郎さんをゲストに迎えてですね、はい、今日はあの前半後半と分けてですね、はい、前半は私が、はい、あのお相手させていただくんですけども、はい、前半はですね、はい、永山慎太郎さんの、はい、ちょっとあのアナザースカイバリにですね、はい、あのあなたの反省をですねちょっとあのドラマティックに私がですねあの聞き出せて皆さんできるだけあのご紹介できたらななんて思ってるんですけども、はい、ありがとうございます。永山さんはご出身はどちらですか。出身はあの岡山県になります。岡山県、はい、桃太郎きびだんご。きびだんごですね。どうりで、はい、いや何がどうりでって、お、うん、あ、早速ツイッターのコメントが来ました。さすが慎太郎さんですね。あら、ありがとうございます。ちょっと読ませていただきますよ。あ、慎太郎さんとは全く関係ない、はい、シュキシュキゆりちゃんマンさん。なるほどすいません今日は。ちょっと待ってください。すいません、あ、まあ、読んで字のごとく、はい、ゆりちゃんのファンの方なんですけど、はい、すいません、今日ゆりちゃんいないのに、はい、見てくれてるんですか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。2番煎じでいいので僕のことも応援してくださいということでね、ありがとうございます。シュキシュキゆりちゃんマンさんですね。ということでこういう感じでどんどんついてきますんでね、はい、あの、はい、できる限り楽しみます。はい、はい、さあ岡山県に生まれたということで、はい、あの幼少はどんなあのお子様だったんでしょうか。ですね、基本的にもうずっと真面目してもサッカーばっかりしてますね。奇遇ですね、はい、僕もサッカーやってたんですよ、はい、どこですかポジション。この身長167cm だからなんとキーパーです、うん、かっこいいですね、はい、伸びずにもうこのまま来ちゃいました。僕センターベンチなんですよ。ああ素晴らしいですね。一番いいところですよね。こっち来ましたね。ファイトファイトっていうですね。誰よりも声出してましたけどもね。さすがです。はい、キーパーやってたんですか。はい、そうですね。はい。はあ、かっこいいですね。どのぐらいやったんですか。それ小学校中学校。高校まではもう結構バリバリやってまして、はいはい、ちょっと自慢していいですか。ちょっとだけですよ。全国大会2回出てます。おいちょっと待ってください。ちょっとそれは応援で。いやー、フィギュアのど真ん中。かっこいいっすね。はい、あ、じゃあプロ目指したりしなかったんですか。いやいや、当時あの J リーグとかなかったですもん。当然ながらもうそうでしたね、はい、まだまだそんな。あれ何年前ですか J リーグできたの。あれ何年でしたかね。あれ俺が 80… 今調べてるかな。 今2023年ね、はい、そうですね。でもそっか、そうなんですよ。今からでも20年ぐらい前。20年、全然もうそうですね、全然前、20、30年ぐらいですね多分。そうです、はい、あったらね目指してたでしょう。だからまだ、いやそんなもう背がちっちゃくってこんなんでしたから、もうなかなかやっぱ難しいですよ。でも逆に背がちっちゃくてよくゴールキーパーできましたね。そうですね、まあ運動神経が良かったんで。ジャンプ力が、はい、そうジャンプ力が桁外れに反応で、はい、そうなんですね。じゃあもうサッカー少年だった永山慎太郎さんがですね、はい、まあ、その大学とか行かれたんですか。大学、はい、行きましたね。大学っていう大学ではないんですけども、うん、はい、大学っていう大学ではないということは、ちょっと、まあ、大学ではないんですね。それはそうです、大学ではないんですよ。大学行ったって言ったじゃないですか、はい、今、ちょっと海外の方に少し。ちょっと待ってくださいよ、はい、海外留学、はい、少しだけ、ちょっとだけ。どこですか。イギリスっていう場所ですよ。噂には聞いております、ね、はい、イギリスのケンブリッジ、はいはい、そんなそんな、もうもうタワーブリッジ、ああそんな感じのところです。え、はい、英語ペラペラなんですか。いや、ボディーランゲージはペラペラです。よく言えましたね。え、それいつ、え、高校卒業して。高校卒業生、はい、3、4年。なんでまたイギリスに、まあ、日本の大学じゃなくて、まあ、島流しの経営というか、もうお前日本に行っても仕方ないから、はあ、お前はもう外行けというふうに親父から言われて、島流しの経営になったところがイギリスだったってことですね。それはあの、追い出されたということでしょ。そうです、はい、出て行けと、はい、結構やんちゃしてたんですか。いやいや、そんなやんちゃしてないです、やんちゃしてないです、もう出て行けと。いやいや、そう違います。はい、もう真面目にサッカーしてたんで。国外追放されたわけだ。国外追放、国外追放ですよね。そうですね、はい、もう出て行けと。何をしたんでしょうか、はい、あ、それでいきなり英語も何も喋れないのに、はい、あの金だけ払うから行ってこいっつって、はいはい、ホームステイ。あ、違うか、あの 寮に入って、実際向こうの大学の 寮があるんで、はい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 、はい、そこに入って外国人の方々となんか、はい、4年生なんですか向こうは。一応まあいろいろコースがあって、はいはい、その4年生にちょっと行ってましたね。ちょっと暑くないですか。ちょっと暑いですね。ちょっと暑いですね。あの我々ね、あのすごく、あのラテン系な人間なんですが、すみません。いやー、すごいなー、はい、まあ、いろいろ楽しくやらせてもらって。楽しかったでしょー、はい、楽しかったですね。どうですか外国のお姉ちゃんは。いやそれはちょっと言えませんね。なんで NG ないって言ったじゃないですか。言えんのかい。
ワオワオってなっちゃったけどね。怖い怖いこの番組ちょっと。あ、じゃ今でも英語そんなに。ボディランゲージですか、ね、4年書いたのに本当にボディランゲージです。そうですか、はい、あ、じゃあそこで何を一緒ですよ、言ってもボディランゲージでしょ私ね、はい、そうですね、はい、片言の英語を喋れるんですよ、はいはい、で、はい、私の意思は、はい、まあ、全身全霊で伝えられるんですけど、はいはい、向こうが何を言ってるのかさっぱり分かんなくて、はい、リスニングできないんですよ。なるほど。そうだから僕の意思は伝えられるんです、はい、相手の意思が分からない、一発通行ですね、はい、片道切符ですね、うん、はい、でもなんか僕も海外行っても困らないって言われましたね、はい、あの誰からか知りませんけど、いろんな方からね、日本にいる日本にいる外人から言われました。生きていく力が強いからですよ。そうですか、そうです、ね、そうでもないんですよ、そうは思いませんけど、ね、夜な夜な枕濡らしてるんですよ涙で、いや、よだれで待って、ちょっと涙普通じゃないかってそうで、あ、じゃあそれ4年間向こうに行って、はいはい、そうですね。で、え、なんかその専攻とか、いや、たまたまなんかうちの父親の知り合いがいて、それで流れでそうなったっていう感じですよ、うん、そこでなんか経営学を学んだとかではない？あ、一応経営学は学んだんですけども。そこでですか？はい、そこで。え、じゃそれまでは自分でなんか起業しようとかそういうことは一切なく、はい、そうですね、うちの父親自体が起業してたんで、ゆくゆくは自分もちょっと会社を持ちたいなっていうのは思ってましたね。あ、そうだ、はい、やっぱり環境大事だな。いや、なるほど。でも何をやろうかっていう、どういう企業をしようかっていうのは何も考えてなくて、全くノープランですよ。でもとにかくそのイギリスに行ってなんか良かったこととか身についたこと、なんか良かったことって何ですか？その良かったことはやっぱりね、文化とかそういったものが全て違うんで、うん、はいはいはい、当時18でしょ、はい、受け止めるのも必死でしたね。うん、しかもね、誰も知らないところに行って、はい、しかもこう、向こうから女性が来ると必ず男性はドアを開けて待っとかなきゃいけないんですよ。はい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 、はい、それはあのジェントルマンなんですね、はい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 、そんな知りはしないじゃないですか、はい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 、そしたら怒られまして、窓を開けて待っとくもんだ、君は分かってるかなって言ってジェントルマン怒られましてとかですね。そういった文化ないじゃないですか、日本には当然、はい、そういうのはやっぱいろいろこうひしひしと学びましたね。だからそんなに今ジェントルマンなんですか？いやいやいや、もうよく言われます。イケオジでございますね。イギリスってやっぱすごいんでしょ、雨。あ、そうそうそう、ずっと降ってんすか？降ったす、もう降ってますし、もう4時ぐらいになるともう真っ暗ですからね。あとなんか飯まずいんでしょ？飯はまずかったですね。だけどみんな今あれでしょ、旅行行きたいランキング結構上位、はい、なんなら1位取ってるぐらいですよね、イギリスってね。だからよ、まあ、ついこの10年15年ぐらいでやっぱり食文化が発達してきたんですね。日本食って多分どこでもあるじゃないですか、はい、でね、うまいですよね、はい、食文化が発達したっていうのはイギリスの日本食が外国 の, あのレストランが増えたとかではなく、はい、イギリスの飯、まずい飯がうまくなってきたってことですか？はい、ただおすごい真面目な話なんですけど、やっぱりあのなんかこうクイーンがいてっていう階級社会なんで、はいはいはい、やっぱこの人たちは美味しいんですよ、いつも。でこの人たちはあまり美味しくないんですよ。あ、じゃあ町のレストランは美味しくないけど、はい、宮廷、お金払えば美味しいんですよ。でもそれが文化がどんどん広がってきて、はははそういった、まあ、いろんなところでも美味しいものが安く食べるようになったっていうのがどんどんこう食文化発達してきてんじゃないかなと思います。もともとお店でも高級店があって、はい、高級店は美味しい、美味しいです、美味しいです。安い店が美味しくなかったと、はい、でも今は安くて、はい、コスパが良くなってきたんですね、はい、あとはまあフィッシュ&チップスが彼らがもう大好きなんで、めちゃめちゃ有名ですよね。フィッシュ&チップスさえあればもういいっていう人たちなんで、はい、はい、あとビールね。あとビールとかね。なるほど、はい、楽しそうだな、はい。なんで食は結構ね、やっぱ困りました。行ったら。はい。だからいつもこうチャイニーズ中華料理は美味しいんで。はい。中華料理ですね。はい。でもチャイニーズ中華料理ってあの中国で食べるよりも外国で食った方が美味しいっていう噂があれ本当ですか？そうですね。特に日本のやつが一番最強にうまいっていう。はい。日本何でもうまいですね。美味しいですよ、やっぱこの国はいいですよ。いい国ですよね。本当に。本当に。もう幸せですよ。はい。もうね。え、それでじゃあ、はい、イギリスに行って、はい、で4年間行って、はい、で帰ってくるわけじゃないですか。はい、帰ってきてすぐ起業したんですか？いや、帰ってきてサラリーマンを10年ぐらい。サラリーマンやったんですか？ 7、8 年ですかね。お父さんの会社ですか？いや、全く全然違うところで。なんでお父さんの会社で働かなかったんですか？まあタイミングかな。仲が悪かった。いやいや、そうそう、お父さんの会社を継ごうという話とかはない？あ、ありました。でも今実質は姉貴もやってるってくれるんで、お姉さんやっててなんで僕が自由になってるっていう状態だった。そういうこと。だからラッキーだったんですね。はい。じゃあお姉さんがちょっともう取締役みたいになっていく感じで。はい。そうですよ。
でも自分俺は俺は風俗王になるみたいな、いや違うわ、そうですね、はい、そうですねじゃないですよ、自分のね、はい、城を持つっていう、はい、あれで作ったわけですね、はい、会社は。だからまあラッキーでしたね、姉貴がもうお金かかる気もともとなかったんで、やっぱり、はいはいはい、やっぱりそうじゃないですか、うん、東京出て海外行って東京帰ってきて、うん、岡山帰るかなっつったら、やっぱ帰りたくないっていう思いの強かったんでね。まあでもあれですよね、女性は結構田舎に帰りたいって人多いですよね、うんはい、出てくると上京すると、はいすね、男ってまあまあいませんね、はい、やっぱ東京みんな刺激的だからですかね、はい、好きなんですよ、うん、はい、こういうところが。でそれで今ね、それで起業なされた、はい、あそれでサラリーマンを10年あれ7年ぐらい7年ぐらいやられて、はい、30の時にかな、多分作りましたね会社。これってヒューマンカウンシルってあれですよね、まあ、ちょっと私も調べさせてもらいましたけども、人とその会社間でのその問題を解決するカウンセリング、はいはい、カウンセリングというか、コンサルティング、はい、そうですね、で、はい、ですよね、はい、そういう仕事をしようと思ったのはなぜですか？サラリーマンの時にそういった人の採用とか教育とか、はいはい、そういうのも全部いろいろとやってきたんで、はいはいはい、それでこう企業における問題の人に対する問題解決がしていきたいなって思ったところから起業したっていうなところ、ね、じゃあその自分が会社員をやってる時にも自分も感じてたわけですか、はい、会社とのちょっとなんか溝というか、はい、あとはもうあれですね、やっぱ会社不適合者なんで、やっぱ組織の中にいるっていうことは多分ダメだったんですよ。社会不適合ではなく会社不適合者、もう組織の中にいるっていうことが、なんかもう朝8時15分に来て17時半までいてくださいねみたいな、で上から呼ばれてなんだかんだって言われるのがね、多分苦手だったしね、はい、めちゃめちゃわかります、ね、しんちゃん僕も、はいはい、僕どっちかっていうと社会不適合者なんですよ、ね、っていうかね、役者ってね、はい、社会不適合者なんですよ。なるほど。だってそう思いません？もう気違いばっかりですよ。ある意味ね、いい役者さんって、はいはい、クレイジーじゃないとね、そうですよね、きっとね、いい演技っていうか、ね、ちょっと人を魅了する演技ができないと、はいね、私は自負してるんですけどもね、はい、ということでね、あっという間にですねあれもうなんか時間が結構過ぎまして、はい、すいません、まあね、しんちゃんの、はい、反省、ちょっとした、はい、話を始めました。どうして起業できたのかって、起業したのかっていうところまではなんとかね、はい、わかりました、お届けすることができました、はい、いかがでしたでしょうか人生劇場次回はいつなるか分かりませんけれども、はい、それはですね、はい、ちょっと後半はですね聞けなかったことをですね、道井良樹にですね全て託して根掘り葉掘り聞いていただきたいと思います、はい、それでは一旦ここで CM を挟みます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しく泊まれる、ワクワク泊まれる、川越来たら旗ごっこ江戸屋、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 後半は私、YOSHIKIが担当いたします。よろしくお願いします。いやいや、初めましてですもんね。イエーイ、今日入りました。いやー、YOSHIKIとしんちゃんでございますけど、はい、思ったより高賀さんがですねもっと今の会社の仕事に関してですねもうちょっと踏み込むかなと思ったら人生が相当楽しいようで、人生劇場かなり時間食っちゃいました、ね、前半で。これ聞いてる方々楽しいんですかね。と思いながら僕も話してて、どうなのかなと。イギリスにいた時のお姉ちゃん事情ですかね。はいはい、それがどうやらご本人なかなか喋れないご様子ですので。すいません、はい、ガールフレンド的なのはでも国際的になってくる。イギリスに行ったら当然イギリス。はい、だけじゃない、いろんな国の人来てるわけです。そうですね、世界110カ国ぐらいに寮にいたんじゃないですか、ね、ってことはやっぱりそこで国際的なカップルがたくさん生まれるわけですよね、はい、まあ、生まれる時もあれですね。今も連絡取ってます？いや、もう全く、ね、そういうもんなんですか。はい、でちょっと面白いにしましょうか。行ってみましょう、行ってみましょう。僕が当時イギリス時って寮なんですよ、はい、当然寮ですよね、はい、で普通日本だと男子寮、女子寮って、はい、うん、分かれてますね。ないんですよ。なんかどういう風に分ける、ね、いや、隣が女性なんですよ。
わーってやめたじゃない。こうまだ部屋にさ、こうさ壁ガンガンこうやってドア作っちゃうやつとかいるんじゃないの。いやーね、言ってほしかったね。でもジェントルマンの国なんだ。あーなるほどね、はい、だからもう男子も女子も今は変わってるしです。でもやっぱりみんな飲んで、はい、やんちゃするわけでしょ。はいねえ、はい、そうですね。だから部屋に大体いないでしょ、みんな。いないですね。はい、その一人だったのかな。あ、もう行きましょう行きましょう、うんうん、男子トイレ、女子トイレもないんですよ。それってでもあるでしょ。寮以外は男子トイレ、女子トイレ、あ、あります、うんうん、その寮に関してはないんです。だから隣に女性が入って、シャワーも隣に女性が入って、隣に僕が入って。はい、シャワーもこれ18だったの、どう思います。それがやっぱり日本から言ったら衝撃的よね。衝撃でした。でもイギリス全部がそうってわけじゃなく、そこの寮がってことなのか。そこの寮が古かったんで、まだその文化残ってて、なるほど、ね、それがどん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 僕たちもなくなってきたんですよ。でもその割には外国人、日本の混浴にびっくりするじゃない。あれはまた、違う話ですよ。違うのか、はい、違うのか、はい、そのぐらいやっぱりこう衝撃でしたね。だからその頃の、はい、今その今会社作られて、はい、その人と会社 の、はい、なんていうんですか、架け橋、架け橋をやってるんです。今僕がやってる会社自体は、なんていうかな、飲食業界、はい、飲食の業界に人を、紹介してるような会社をしてるんですよ。ほー、はい、ほうほう、はい、それが今メインとなってやってる仕事で、それのなん、じゃあどう、会社からは具体的に言うと、こういう人材が欲しいんだけど、はい、いますか、はい、っていう相談が来るってこと、はい、来て、それで私たちの方で、その人材をご紹介していくっていう仕事をしてるので。ってことはその人材を知ってなきゃいけないじゃない。そうですね、はい。どうやって収集するんですか、それ。それはですね、ちょっと私もまた特殊な感じなんですけども、うん、専門学校と提携してるんですよ、うん、調理師とかサービスとかパティシエとかの専門学校だけと、つながってるんで、その専門学生を派遣するみたいな、はい、紹介していくって感じですよ。これやっぱりイギリス経験、やっぱどっかに無意識のうちに働くもんなんですか。イギリスの経験行ってたからこそ何か生きてることってあるんですか。生きてるって言いたいなぁ。ちょっとね、無意識すぎてわかんないんだよね。無意識すぎてわかんないですね。そうですね、はい。なんかお寿司やられてるっていう。あ、お寿司握れるんです、握れるんです。そうなんです。私 もお寿司屋さんとかともよく、あ、本当ですか、はい、あって、うん、人を紹介したりとかして、おらららららら、ちょっと YouTube を見させてもらったらなんか、うん、美味しいお肉のお寿司、肉、はい、握ったものがお寿司っていうことなので、はい、なので、はいはい、ちょっとおでんとかも握るし、そこじゃなかったら、はい、いちご、はい、あ、はいはい、いちごの握りとかも、はいはいはい、そう、何でも握ります、ね、握り名人ですね。よしきさんは握り名人ですね。いや、ありがとうございます。いや、この番組実は甲賀さんと僕とあともう一人、今日いない、はい、ゆりちゃんって3人、はいはい、3人とも役者なんですよ、はい、で役者の幅を広げる50分ということでやってるんですが、はいはい、何かこのせっかくなので、はい、こういうしんちゃんと、はい、の会社と、はい、なんかこの役者になんかできることあります。なるほど。なんか、はい、なんかご質問等々ももちろんそうなんですけど、はい、なんか我々このしんちゃんから聞いて、はい、なんか役者の幅を広げたいと思うんですけども、なるほど、何かあるかな。僕でも、はい、アミューズメント施設の、はい、人材育成で、はい、その関わったことあります、役者として、はい、その子供たち相手に、はい、わいは何ですか、バイトの人もそうです、社員の人もそうですけど、はいはい、子供相手にわーってやるときに、このわーってやる時の感じとか、ね、心を開いて、うん、はいはい、コミュニケーションを取るための、はい、この研修みたいのやったことあるんですけど、はい、それを聞くと、うん、今ジャストアイデアだと、ええ、新入社員研修とかで来てもらって、うん、自分をどう表現するかとか、うん、やっぱりサービスマンとか料理人とか多いんで、うん、そういう人たちがいかに自分を表現をしていくか、自分の言葉で相手を伝えていくか、うん、どういうふうにして自分が見えているのかっていったものなんかをこう笑顔の描き方とか、うん、ちょっとこう困ってる時を助けて、あ、助けますよって言ったこうなんかそのまた違う笑顔を出すとか、うんうん、なんかそういうのはなんかすごくなんかビジネス化しそうできそうなところかもしれない。なんか経験あります？はい、でもそうは言っても飲食店をやってたわけではではないんですよ。ないんですもんね、はい。はい。飲食店向けに人材を紹介してるんですけども、ただその受け入れ先でのその研修
とかのサポートなんかも時々、はい、やったりしてるんで。でも意外としんちゃんもその自己表現やっぱり好きなんでしょうね、きっとね。いや、コミュニケーション取るの好きなわけでしょ。引き出していただいてるんです今日本当に。もう脇汗、もう大変なんですから僕やってるのは。もう全力投球ですよめちゃくちゃもう。でもなんかそのお店からこういう人がいいぜって言われて、はい、ご紹介するときとかに、はい、やっぱ想定外のこととか、はい、思ってたことと違ったりとか、はい、なんかトラブルとかって何かしらやっぱり一筋縄じゃ、ね、いかないありますね。やっぱ人を動かすっていうところなんでね。どんな、うんコットと、まあまあまあ、もちろん言える範囲で言える範囲のトラブルですが、うん、はい、まあ、これはですね、もう本当最近の傾向なんですけども、うん、まあ、今どういった方々が今聞いてるか非常にあのドキドキして今なんかクレーム来たらあれかなと思ったらよく私もやっぱり19、20歳の学生さんとかを、うん、と出会うんで、やっぱりバックヤードにご両親がおられるんですよね。でご両親が結構来る。さっきのあのゆきちゃんです。あのお母さんゆきさんの多分ご両親は素敵な方だと思うんですよ、ね、あのメッセージくださいね。ただそうではない場合もあったりするんです。モンスターペアレンツ的なっていうのもあれば、うん、子離れできないっていう。どういう、はい、例えばですね、例えばあった、今まであった事件をちょっと話すると、うん、例えばお姉ちゃんはもう群馬から東京に来ることが決まってた、うん、はい、もう内定も出ました、うん、そしたらまあそれが8月9月の話ですよ、泣いてるの、うん、そしたら年明けになってその妹さんがなんと私も東京に行って大学に行きたいって言い始めて、うん、大学来た行くわけですよ、うんうん、そしたらお母さんが長女さんに私とお父さんと二人きりの生活は考えられないからあなた内定辞退してって、はい、もう先生も企業も本人ももう本人が一番泣いちゃって、で本人は嫌なんでしょ。嫌です。もう自分の夢があって東京を目指して来るわけですから。で戻ってきなさい的なことになるんですか。はい、はい、結局もうその子内定辞退して家から通えるところに。いいよっていうぐらいやっぱりこうなんかこうなんていうんですかね、まあいろいろありますけども、うん、そのぐらいやっぱり親とこの関係っていうのがまた全然変わってきたんで、うん、なんかこういうのをちょっと題材にしてなんかこうまた、はい、こういうのはダメだよじゃないけど、やっぱりこうあるべきだよねっていうのをなんかこうドラマ化してください。でも留学経験したしんちゃんとしてはよ、はい、そんな親びっくりでしょ。びっくりでしたね。全然真逆だものね、はい、真逆ですね、はい、なんでまあそういったところもあるし、やっぱり僕たちこう人とやっぱり会うんで、うん、だからその人と会った時の問題を解決するのが私の仕事なんで、うん、そういったことを全般的にやっていってるっていう感じです。どうやって解決するんですかそんなの。いやーこれはまああの手この手ですよ。あ、そうなんですね、はいはい、自己表現やっぱりその接していて、はい、いまいち物足りないなと思う子が増えてきてるってことですか。はい、はい、やっぱコロナ3年間あって人と接する機会がやっぱりなかったんで、うんうん、なんでやっぱりそういった今あおっしゃられた吉木さんおっしゃる通り、そういったこう自己表現力っていうのがやっぱり低下してコミュニケーション能力もやっぱ低下してきてるとこあるんで、うんうん、自分の心になること頭になることを口で出して相手に理解されるまで話をしていくっていうことがすごい苦手な子が多いんですよ。なんでその辺のところをなんかこう、ね、まあ、だからしゃべるなの文化が3年続きましたもんね。ああそうですね、はい、ね、人と会うな、しゃべるな、外出るな、挨拶するなって、はい、そりゃそうなりますわね、はい、でそれがね17、18、19とかでしょ。高無理だよね、はい、そうなんですよ。それが何があったって言ったらね、ツイッター見るとかね、そうね、はい、こういった番何ネット越しで授業を受けるとか、うんうんうん、オンラインね、オンラインで受けるとかっていうことになって、うんうんうん、なってくるんで、やっぱそうなってくると今度は飲食業ってやっぱり人と接する仕事なんで、うんうん、やっぱそれに対してやっぱりやりたい自分がいるんだけどもなかなかついていけない自分が出てくるんですよ。うーん、はい、そういう時にこう何か新社員の研修で ねやっぱそういったこう演技じゃないですけど、うん、ここは舞台なんでね、うん、自分たちはこうねこう出さなきゃいけない表現者にねっていうこともやっぱり教えていくべきことになってくてるかなっていうのはちょっとなんとなく感じましたね。この辺は甲賀さん適任じゃないですか、はい、もしかしたら。はい、そうですね、でもちょっと怖いって言われるかもしれないんでね。そうね、怖いって言われるからね。ちょっとあのワンクッション、ヨシキさんが行ってからの甲賀さんなんですね。ワンクッション挟んだ、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 いきなり行ったら何これっていう。入ってきたって。聞こえてたの、聞こえてたの。聞こえてますよ。
すごい面白いね。じゃあ真ん中真ん中どうぞ。前前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 前お客さんと会話することがなかったじゃないですか、はい、あとはあのやっぱりこうマスクしてるんで、うん、目で笑えるじゃないですか、うん、2人って絶対、うん、そう目で表現できるじゃないですか、うんまあ、そういうのっていうのもやっぱりちょっとこう教えてあげるとでもね僕ね、はい、目が座ってるというか言われるんですよ。なるほどやっぱりそうですか特にゆりちゃんのお母さんからいやいやどんどん行くなどんどん喋りたいなすごいね、うん、うまいねみじちゃんねなんか、うん、さっき楽しそうだったしんちゃんちょっとね俺ねただ単になんかこの履歴書を紹介しただけど俺のコーナーで終わっちゃったからねあそこがあってからの舞台があってからも今立ってますんで、はい、ありがとうございますいやいやとこ、ね、さっきお二人でお話ししててはい、はいそね、社会不適合者だとで組織不適合者だと、はい、組織不適合者の方がですよ、うん、あんた人類不適合者あんた人類不適合者だよそういう方が組織に人材を送り込むって、うん、ちょっとある種、はいうん、いやそうなんですよ、うん、いやもっと言うと、うん、組織に属せない人間が今会社組織を作ろうとしてるんで、うん、めちゃくちゃ大変なんですよだからね僕そこは悩みなんで、うん、あのうちのあのナンバー2にもあ任せていやでもねそういうことなんですよねやっぱりねナンバー2が大事なんですよ、ね、あの頭はねシンボルでいいんですもうあのマスコットでいいんですよやべシンボル大事だよシンボルでいいんですよ腕あるんだそうそうそうえでもサッカー部でさゴールキーパーってゴールキーパー結構俯瞰してみる立場じゃない、ねはい、不適合者なのに大丈夫なのいやでもあれもうポツンと一人じゃないですかうん、11人の中の最終的に1人だってよかった確かにあれ真ん中だったら無理なわけだねでもなんかキーパーってあの、ね、俺もサッカーやってたから、うん、あのでもキーパーやってないから分かんないんですけど、はい、キーパーってなんかその最後の砦じゃないですか、はいはいそうですね、特になんかこうね、あの攻め込まれてって、はい、1人抜かれ2人抜かれ、はいはい、あのバックスがどんどん抜かれてって、はい、最後自分だけになった時、はい、あれってなんかかっよし俺がなんか、はい、なんていうんですか、最後の、はい、かな、と、はい、取り出だみたいな、なんか、はい、どういう気持ちですか、あの時、もう超怖いですか、それとも、テンション爆上がりですか。僕はですね、うん、突っ込むタイプだったんで、うん、あ全然怖くないです、うん、足元でも全然聞いたんです。あ、はい、あの逆に攻め、僕もね、なんか攻めたことあるんですけど、はい、あの、あれ抜いていく時って、なんかね、あの、敵陣に本当に攻めてって、はい、大将首が最後にゴールいるじゃん、はい、キーパーいるじゃないですか、はいはいはい、あれを今なんか戦みたいな感じなんですよ、はいはい、もう戦いですからね、ね、そっちもそういう感じですか、はい、キーパーも首取りに来たみたいな、しゃあ負けるぞと、はい、てかサッカーってやっぱり戦なんですね、はい、そうですねなんだそんなことでもあのさっき吉田ちょっとお話ししたんですけど、サッカーしてよかったのはやっぱり僕ゴールキーパーで後ろから見てたんで、うん、組織全体がこう見えたんで、やっぱりそういったのはなんかなんとなく今通じてる部分があるかもしれないですね。やっぱ一人一人のそのポイントが分かるんで、はい、そういうのなんか良かったなっていうのはあったですね。いい話だった。いい話ですね。いやいや時間が ね, 間ね来ちゃってるんですよ。本当にありがとうございますが、一旦これにてって感じですかね。はい。いやもっといろいろ話したいですもん。ね、最後になんかもう一言なんかこうあのねいいなんかこう。なんかないですかね。雑いい何かないですかね。じゃあよく社員に対して言っている決めの一言。決めの一言。なるほど。尺みたいなね。そうそう尺、うん。いやまあ今日はまあひとまずね。また皆さん笑顔でお会いしましょう。ありました。ということでまた来てくれるってことですね。いはい、お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。中山慎太郎さんでした。ありがとうございました。評価どうすりゃいいんだ。人が来ないわ。続かないな。人材を育てないと。あどうしよう。そうだわ。とりあえずベースボールでも見に。そんな時はお任せください。人事評価をはじめ会社の仕組み作りをサポートします。お任せください。橋岡社会保険労務士事務所。いやすごいね。だからその新人研修的なものって、甲賀さん、うん、どんなことやるだとしたら、俺が研修するとしたら、そうそうそう、新人を、うん、新人研修か、とりあえずあのなんか
コミュニケーション能力は上げたいよね。上げたいよね。上げたいし、うん、なんだろうな、とにかくね、うわー難しいね。なんつん、どうしたらいいんだろうね。まあでもね、よくワークショップとかで、うん、たまに俺がなんか間違ってね、講師やるときやるんだけどね、うん、あなたいつもやってるけど僕あの新人のその役者さんたちを教えるときはあれですね、基礎的なものはあのそういう他の人に聞いてくれと、うんうん、俺が教えられるのはなんかその自分のなんか個性を底上げする、一人一人のいいところを俺が見て、うん、いいところを伸ばす、うん、武器にしていくやり方と、あとはこれでも他の企業と企業にこれができ通じるのかな、モノマネがとにかく、うん、できるようになれっていうのは言いますね。役者ってモノマネから始まんないっていうかさ、まあ、もともとはね、モノマネが上手い人ってさ、芝居上手い、上手いじゃない、うんうんうん、で何でもだってどんな役だってさ、勝手に何かの真似してるわけだから、ね、してるわけだし、うん、でモノマネができるとね、ストックも増えるわけですよ、うんうん、表現の幅が増えていくわけですよ、うんうん、これ役者だけじゃなくてね、企業の方もモノマネができれば、何かその例えば営業とかでね、相手の心をつかむ時にね、硬い話ばっかりしててもしょうがないじゃないですか。ちょっと面白いモノマネができたら、君面白いね、うん、商談成立なんですね。いや、なる可能性あるからね。だって、うん、何でも営業って物を売り込むの、ま、前にまず心をね、通わせたいわけだからね。その人、営業マンがまず気に入られないとさ、うん、なんか嫌だもんね、買いたくないもんねっていうね、うん、そんな感じ。何の話でしたかこれ、何の話、俺が何の話かをちょっとまとめるために一旦 CM 行ってきましょうか。どうぞ。非日常的な空間で非日常を存分に楽しみませんか。ここハピソンでは大きな空、綺麗な空気、美味しい水、大自然を満喫できますよ。及川さん、及川さん、及川さん、なんとですね、待っててください。帰られますね、長山さん。ちょっと待っててください。待っててくれるんですね。あ、今帰りますって言ってね、ドア開けて挨拶に来ましたけどもね、もうちょっと待ってくださいよ、終わるまで。もうちょっと終わりますから。たまみちゃん、はい、ありがとうございます。たまちゃん、ありがとうございます。親子関係は難しいですね、かっこ実感あり。なんかあるんですね、たまちゃんね、なんかあるんでしょ。なるほどね。清水さん、ありがとうございます。今週も楽しく視聴しております。あ、嬉しい。4月になり新年度を迎えましたねと、指示ですが、25年前の入社式の日、乗っていた電車が脱線事故を起こし、線路上に降ろされ折り返し運転している3駅先まで歩く事態となりましたと。おかげで入社式に4時間近く遅刻しました。入社式4時間遅刻してまだやってたのかね、どうなんだろうね。いや、まあやってないだけど、でもいやいや、まずご無事で何よりですよ。皆さん新年度の思い出はありますかということなんですが、いやー25年前大変で、まあそういうことあったら本当忘れないし、飲むたんびっていうか、その新年度になるたんびにそのエピソード出てくるよね。いいよね。新年度の思い出ってそもそも俺社会あんまない、会社になった経験がないから、ね、いやでも学校でも新年度毎年あるじゃない。別に会社に限らずさ、なんか思い出深い新年度ありますわ。なったなさそうだけれども、どでもなんか逆にお伺いしますよ。じゃああるんですか、あなたは。ないですね。社会不適合者でしょ我々。新年度っていう響きは好きなの。飲むきっかけになるからさ、新年度だね、飲もうぜって、ね、あんた関係ないじゃん別にさ。今日だって昼から飲んでんだろうですよ。毎日飲んでんじゃねえか。いやー、毎日、ね、でもだから僕の中で言うと一番の新年度は、今年初めてすごいやっぱリータンが小学生に行ったっていうのが一番身近な出来事かな。でも感慨深いだろうね、うん、子供いないから分かんないけど、なんかね、びっくりだよ。他人事だから、なんかちょっと想像はできますよ。私もね、父親役やってますからね。あ、そうそうそう、CM 流れました及川さんなんですけどもね、なんと、このダーツバーをオープンされたということでございましてですね、その情報出てくるかな、渡辺くん。まだ出てこないか。 J スピリッツって言うんですけどね、千葉県のかなり遠くの方に、ね、音消えたな。またじゃあそこ取材に行きましょうよ。行きますし、ちょっと新たな CM を作ろうと思います、ね、そうだね、また作っていきましょう。千葉に行かれた方、皆さん J スピリッツってちょっとね、調べてみたら出てくるので、ダーツバー、ダーツバーでございますね。またされたのを展開してますね、ツイッターでもやってますんでね、J、 アルファベットの大文字の J に、ハイフンにスピリッツって、SPIRITS ってやつ、分かりました。
これこれこれ、さすが渡る、やるときはやるね、やらないときはやんないけどいらないのよ、それは余計なのよ、ね、大体これいつもね、いつもすごいんだから ね皆さん、言ってるけどぜひこれあのいいね、あのフォローお願いいたします、よろしくお願いします、ね、我々もこれ遊びに行ってみたいと思います、はいはい、いやー、ね、時間が迫ってまいりましたよと、みちちゃん、うん、ここの席いいね、あ、そう、気づいた、これ逆だって、やっぱね、ここの席ってよくない、いいの、いいよね、俺そこ好きなの、ちょっと待って、俺いつもここだったじゃんあんたどこですか、お時間でございますよ、あ、違う、俺真ん中にいたのか今日は久々にね、わたるくんがすごい頑張ってくれまして、ありがとうございます、しっかりね、看板ですよ、鳥小屋ずいのね、看板わたるくんとともにお送りいたしました、ゆりちゃんもね、動画で来てくださいました、しんちゃんもゲストに来てくださいました、本日は私、一行きと甲賀忍でお送りしました、なんか言えよしまらんなまた来週お会いいたしましょう、さよなら、ありがとうございます、さよなら、この二の腕の筋肉をつけたいよ、ここね、このプルプルがムカつく、その日までさよなら、ありがとう、素晴らしい。